時刻は9時を回りました。鈴木雄介がお送りしてます。 FM 横浜 BPM 2022、今週は毎日9時台に豪華なコメントゲストが登場しています。多方面で活躍している洋楽フリークな方に洋楽の魅力やベストポップミュージックをご紹介していただけます。初日はお笑い芸人のレイザーラモン RG さん、2日目はモデルのマギーさん、3日目は DJ 香里さん、そして昨日がデフテックのお二人にコメントをいただきましたが、最終日の今日洋楽の魅力をたっぷり語っていただくのは、最近はマルチにご活躍されているモデルの栗原るいさんです。栗原るいさんはモデルとしてご活躍されているのに後ろ向きの発言が注目され、ネガティブモデルとして話題になり、最近はモデルだけではなく俳優やタレントとしてもご活躍されています。そんな栗原るいさん、大の洋楽好きとしても知られていることをご存知でしょうか。レギュラー出演している「笑っていいとも」ではヴァンパイアウィークエンドやチャーチズの T シャツを着てご出演されたり、テレビの企画でメタリカや最近ではキッスなど大物アーティストにインタビューされていますね。そんな栗原さんが選ぶベストポップミュージックとは一体何なんでしょうか。栗原るいさん、よろしくお願いします。FM 横浜 BPM 2022をお聞きの皆さん、そして鈴木雄介さん、こんばんは。栗原るいです。横浜と神奈川はほとんど仕事で行ったことが多いですね。特にあの横浜はやはり、まあ、日産スタジアム、この間あの桃色クローバー Z さんの、ちょっとこれ洋楽関係ないんですけど、そのライブに行ったりとか、横浜アリーナでのライブを見に行ったりとか、あとパシフィコ横浜にも何度か行ったことがあるんですけれど、だから僕本当に仕事で行ったことしかないので、あれも厳密に言えばあったんですけれど、あのアジアンカンフージェネレーションさんのあの七無限が、去年の七無限とかでもいろいろあの見に行ったりとかして、あのファウンテンズ・オブ・ウェインを見に行ってすごく好きでした。あの僕も小さい頃からファウンテンズを聴いていて、いたので、で見れたってのが非常に嬉しかったです。この番組 BPM2022 はあのその新旧ジャンルを問わずの洋楽の音楽を紹介する番組ということなんですが、あの僕にとっての今のそのベスト、まあ、ポップミュージック、まあ、ポップとはちょっと難しいかもしれないですけど、あのベストミュージックは、スタイルカンシルの、 あの The Walls Come Tumbling Down です。まあ、ちょっとあの古く言ったと思うんですけど、あのこれすごくなんか楽器的にも本当に音もすごくいいんですね。そのトランペットとかギターとかすごく本当に80年代風な音もありますし、ポール・ウェラーのまあ、すごく男らしくて、あの時もかっこいいような歌声とすごく相性がすごく良いというふうに感じてので選びました。栗原るいさんが選んでくれたベストポップミュージックは The Style Council Walls Come Tumbling Down でした。いやー、さすがですね。もう洋楽詳しいっていうのはもうね、皆さんご存知の通りだと思いますけども、ポール・ウェラーがザ・ジャムの後に結成したスタイルカウンシル、スタカンですよね。マイ・エバー・チェンジング・ムーズやシャウト・トゥ・ザ・トップ、今バックでかかってますけども、これで有名ですよね。で、選んでいただいた Walls Come Tumbling Down、 この2曲の後にリリースされた1985年のナンバーでした。メロディーがやっぱ美しいアーティストが好きなのかなって、なんとなくこのスタイルカウンシルを選ばれたあたりで思ったんですけども、そしてシンプルなんだけどちゃんとツボを押さえてるっていうね、そういう演奏スタイルですもんね。いやー、それにしても声分析家の私としましてもね、非常にこのラジオ DJ としてのポテンシャルも高いのではないかという、あの低音あたりとかね、あのタイトル言うあたりとかもう絶対こう外さないっていうね、ファンにとってもたまらない栗原さんの声が流れてますよね。そんな栗原るいさんが思う洋楽の好きなところは何でしょうか。やはりその曲での音だと思うんですけど、いわゆるそのギターの音ないドラムの音ないとか、すごく癖になるような、思い出に残るような、すごくインパクトがあるような部分がすごく邦楽とはちょっと違うところがあると思うから好きだというふうに僕は思います。はい、なるほど。
やっぱあの口ずさみたくなる曲ってありますよね。それはあのボーカルの部分だけじゃなくて、こういうシャウトゥーザトップみたいにてててって口で言える、リフレインしたくなるような、そんなナンバー大事ですよね、岩君の中ではね。まあ、非常に大人びた印象の栗原さんなんですけども、実は今年高校卒業したばかりなんですよね。非常に落ち着いてらっしゃいますね。先ほど横浜ではアジアンカンフージェネレーション主催の音楽フェスナノ無限でファウンテンズ・オブ・ウェインのライブを見たと言ってましたけども、高校時代に他にどんなアーティストのライブを見に行かれたことがあったのか、またライブを見てみたいアーティストも聞いてみました。去年一昨年なんですけれど、あのサマーソニック2011と2012では、BDI とあとストロークスをちょっと見に行って、2012年があのデスキャブ・フォー・キューティーとあとシガーロスをとあとフォースター・ザ・ピープルを見に行ったっていうのは覚えてます。最近すごくマイ・ブラティ・バレンタインがすごく好きなんですけれど、あのライブはまだ見たことがないんですけれど、でもマイ・ブラはライブの時はもうものすごい爆音というのはすごく有名で、いわゆるそのフジロックにも来た時もあの一番メインであったステージからちょっと離れてるようなレッドマーキーまで音漏れがするような、すごく音が大きいようなライブ、いわゆる爆音でのライブが有名というのが聞いてるので、見に行きたいですね、マイ・ブラティ・バレンタインは。はい、もう栗原さんもね、こう興奮してきちゃって喋りたいことがいっぱいあって、喋ってる途中にってこう疲れてくる、あの感じがいいですよね。もう好きっていうのが伝わってきますね。さてさて、高校生の時に見たライブ、そんな質問をしました。栗原るいさんね、現在公開中の映画男子高校生の日常にご出演されてるんですよね。これは一体どんな映画なんでしょうかね。あのすいません、ちなみに今あの映画男子高校生の日常ということでちょっと宣伝させていただくんですけれど、申し訳ありません。あのこの作品はいわゆる本当にグダグダな男子高校生の日常です。文字通りその男子高校生の日常を描いたような作品なんですけれども、 そこで僕はあの映画オリジナルの細野という役を演じさせていただいています。その役割はいわゆるまあ絶対高校時代絶対一人いたようなやつでしたね。そのいわゆるちょっと中二病的な部分を混ざっている役です。もう見どころはもう本当に男性の場合は、あこういうのやったなという自分の高校生時代の、まあ、ちょっとタイムスリップというかその思い出が蘇るような映画ですし、女性にとっては、まあ、ちょっと多分やっぱり高校生だったか、まあ、思春期とか成長期だったっていうのもあると思って、男はキモい的なそういうのがあったと思うんですけれど、あでも男は本当にこういうバカな生き物なんだなっていうのが本当に描かれていて、多分大人の女性が見たら多分母性本能をくすぐるような作品になると思います。変な意味で変な意味でなんですね。これウェブ雑誌やアニメで人気を博した漫画の実写化です。タイトル通り本当に男子高校生の日常を描いた作品ですよ。栗原さんもねおっしゃっていましたけど、今高校生ならこういうことあるあるって共感できると思いますし、社会人の方がね見たら懐かしいな、こういう気持ちあったななんてねうずうずしてしまうような映画です。栗原さんもいい味出されていますよ。現在全国の映画館で公開されているので、ぜひチェックしてみてください。それでは最後にリスナーの皆さんへ栗原るいさんからメッセージをいただきました。この FM 横浜と番組 あのリスナーの皆さんにです。とりあえず今すごく CD の売り上げがすごく低下しているので、あのもう迷わずレコード会社のためと思います。本当にもう迷わず CD 屋さんに行って買いましょう。とりあえず CD を買って新しいあの経験をしていきましょう。CD をどんどん買っていって、そして自分の知識もどんどん増やしていく、それは重要です。それでまああとその洋楽が分かんないという人にもとにかく、まあ、あの好き嫌いとかはせず、もう本当に定番で言えば、まあ、ビートルズからでもザ・フーでもバリー・ホリーからでもいいので、本当にそういう定番的なところからでもいいので入っていけば必ずどんどん好きになると思います。以上栗原るいでした。はい、栗原るいさんありがとうございました。
全然ネガティブじゃないですよね。そういう洋楽話を聞かせていただきました、ね、やっぱりある種音楽好きってちょっとオタクの部分を、ね、持ってないとダメだったり、自然とオタクになっちゃったりするんですけど、もう本当ぴったりですよね。しかも最後はもうネガティブというよりもこう音楽業界、ね、全体を応援してくれるようなメッセージで嬉しいですね。もう CD を買うっていうのはもう何よりも大切なことですからね、ありがとうございます。そんな栗原瑠衣さんに FM 横浜のステッカーにサインをしていただきました。何かこう幸せが呼び込みそうな、そんなサイン入りステッカーですよ。5名様にプレゼントいたします。欲しいという方はぜひぜひあなたのお名前、住所、電話番号を書きまして、メールアドレスbpm@fmyokohama.co.jp、 ファックスの方は 045-224-1019 まで、それでは最後に、実はこの曲も自分のベストポップミュージックとおっしゃっていたナンバーはキーなんですけども、ベストアルバムを最後に活動休止なんですよね。これ11月にリリースするベストアルバムも最後に活動休止。いやー、これも美しいメロディーのねバンドなんで、ちょっと残念と思われる方も多いと思うんですけども、お聞きいただきましょうか。キーンで This is the last time。 栗原さん、栗原瑠衣さん、今日登場したんですけども、ノリノリの曲、ネガティブな発言から違う雰囲気の曲、スタイルカウンシル、奥が深いですね。いや、相当あの方は奥が深いと思いますよ。もう知ってる度が半端じゃないと思います。栗原瑠衣さんだけでなんかその特番とかラジオ聞いてみたいですね。本当にそういう風に思いました。あっこちゃんの娘さんも栗原瑠衣さんへ、ね、コメントいただきました。ありがとうございます。いやー、本当にねベストポップミュージックは奥が深いですよね。いろんな曲がありますからね。その他の皆さんもプレゼントのご応募とかメッセージ、ありがとうございました。